昇格を決めてこのゲームに挑みます。チーム強化のためにはこのゲームで結果を出して手応えをつかみたいところです。この時間は浦和レッズ対サンフレッチェ広島、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで勝ち、シュート、スペースに出す、どうだこのシュート、スター先制、コオロキ、フリーの状況を作ってしっかり決めてきました。いやパスからシュートまでの一連の流れが非常に良かったですよね。ディフェンスとしてはあそこまでうまく崩されるとなかなか守りきるのは難しくなりますよね。さあ浦和、今日先制はこの早い時間でした。いやこれはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね、酒井、長いボールを送ります。松本、荒木、さあここでカウンター、前田、伊藤から右へ、伊藤から原口、さあコーナーキック、浦和立ち上がりのコーナー重要ですからね。そうですね、原口に渡る、縦にボールを入れます。松本、浦和がこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。この時間帯のリードっていうのは非常に戦いやすいですよね。坂井、伊藤へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。カウンターですよ。松本、ゴンサロ・パシエンシア、川辺、このパスを防ぎます。またファウルか。浦和がこの前半中盤に1対0のリード、ポゼッションでも相手を上回っています。用意していたプランがハマっているという感じですかね。この調子でボールを保持して試合を進めたいですよね。トゥーリオ、酒井、裏を狙う、原口、お、これいいですよ。これはファールの判定、レフリーの注意が入ります。やっぱり今のような速さを見せられるとエリア付近のドリブルに対してディフェンスの仕方が難しくなってくるんですよね。少々深い位置でフリーキックのチャンスを得ます。サカ、チームに推進力を与えるサイドバックです。トゥーリオ、ホイブラーテンへ、前田、スペースを使う、前田から荻原、前線が長いボール、ここはつながりません。スペースへ、フリーで受けた、東、おっとこぼれ球、絶好の位置で受ける、シュート、うーっ、追加点、さあさらに点差が開いています。コオロキ、枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。コースを狙ったいいシュートでしたね。しっかり枠に入れる技術も素晴らしいですよね。コオロキ、今日2点目のゴールです。さあ浦和、得点を重ね2対0という展開。浦和としてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。
が無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。小野、小野からのパスはディフェンスが対応。スルーパスを狙う。前半29分が過ぎました。さあこのセカンドボール、危ない。さあチャンス来たー、サンフレッチェ1点差に追い上げます。このゴールシュートも見事なんですが、その前のタッチも良かったですね。周りの状況を見てシュートまでの流れをイメージしてボールを受けてますよね。それを実現するテクニックもすごいですからね。見事なゴールでした。さああと1点です。広島ちょっとこれ分からなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう1点ってこともあるかもしれないですよね。原口、ここは笛が鳴ります。おっとここでカードが出ます。やっぱり相手がスピードがありましたからね、止められるところで止めたっていう感じでしょうね。トゥーリオ、酒井、伊藤へ、さあつながるか。お、いいですね。さあコーナーキック、浦和、浦和は2本目のコーナー、広島はまだありません。もうショートですね。広島はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。荻原、荻原から前田、ここでマッチアップ。荻原、もうこれいいですよ。ここは間合いを取る。ボールがつながると呼んでいた満田。ボールを下げてやり直します。酒井、酒井から原口、サイドを走る。ボールのかこのパス、小野へ奪います。旗が上がっています。オフサイドです。塩谷、これは合いません。左サイドを上がっていきます。コロキ、前田、もういいですね。ここはオフサイドありません。ここは奪います。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。前半を終え2対1。しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。この2-1っていうスコアですよね、はい、次の点によってやはりどちらが勝つのか決まってくるところありますからね。浦和としてはこのまま引き離したいところでしょうが、失点もありましたからね、まだまだ安心できないところでしょうね。浦和レッズ対サンフレッチェ広島、浦和が前半で2対1、今のところ1点リードしています。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。満田、酒井、ここはカットします。さあ右サイドから上がっていく、裏のスペースを狙う。佐々木、塩谷、中野、裏を狙っていきます。この位置でボールを受けます。中心ファウルを取りました。ドリブルで仕掛ける、いい展開ですね。ペナルティーキックです。
浦和 PK のチャンスを得ます。追加点のチャンスを迎えています。大迫こぼれます。止められちゃいましたね。 PK を外すというのは試合の流れが変化するきっかけになったりするんですよね。塩谷、中野、マルコス・ジュニオールへ、スペースに出す、シュート、鈴木のセーブ。伊藤、酒井、スルーパスを出す、佐々木、このボールをカットします。とこれはつながりません。いいですよ、コースの切り替え。荒木、ここは読んでいました。塩谷、ここはつながりません。原口、伊藤、伊藤、右サイド上がっていく、スペースを使う、ここでファールがありました。注意に終わりました。深い位置からのセットプレーになります。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。守備陣クリアの対応です。もう一度組み立てます。酒井、伊藤へ、伊藤、右サイド上がっていきます。さあコーナーキック、浦和は今日3本目のコーナーです。短く出す、いけるか、どうだ、狙えるか、シュート、ここはディフェンスの対応。トゥーリオ、酒井、原口へ、原口からの長い縦パス、佐々木、トルガイ・アルスラン、マルコス・ジュニオールへ、塩谷、満田、パスの交換、パスをつなぎます。パスでつないで攻め込んでいきます。ディフェンス、これを読んでいた。広島としては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。川辺、千代谷へ、素早いパスで攻め上がっていきます。いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにはいかないですからね。裏へ届くか、いいとこありますわ。原口へ、旗は上がっていません。ここはいいプレスで奪います。浦和ボール、サブスティチューションオンザフィールドナンバー8ナンバー30ナンバー24カミングオンザフィールドNumber 21, number 12, number 13. 広島はこれで交代枠をすべて使い切りました。これはカット、いいプレッシャーです。
抜けてくる、シュート、来た、追加点、決定的なゴールになるのか。フリーの状況を見逃さず見事に決めてきました。そうですね、パスのもらい方も良かったですし、その前のポジショニングもいい位置にいましたよね。本当に一瞬の判断なんですけど、出し手と受け手のイメージの共有化で生まれたゴールですよね。チアゴ・サンタナ、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあ、浦和これで2点差、リードを広げます。浦和としてはこのゴールは大きいですよね、はい、これで残り時間の戦い方もはっきりしたんじゃないですかね。そうですね。佐々木、先ほど犯したファールでイエローカードをもらっています。チアゴ・サンタナ、スルーパスを狙う、ここで受けて、ここは対応します。手元の時計3分を切っている状況。加藤、佐々木、シッチ、裏を狙う、これはカウンター行きますね。スペースを狙う、いいボールですね。さあ矢島、インターセプト、浦和ボール。浦和としては少ない残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。さあ渡辺、シュート、低く丁寧に打ち込んできました。矢島、決まりはしませんでしたけど、キーパーが取りづらいいいシュートだったと思いますよ。さあ左へ預けて、いいボール入りますよ。ヘッドだ、ドンピシャで合わせてきましたがゴールならず。ここで笛です。3対1、浦和見事な試合運びで勝利を得ています。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。浦和としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大